おお、いらっしゃって、なんだよ、久しぶりじゃねえか。たまには酒でも飲もうと思ってな。軽く一杯もらえるか。へえ、まだ日も高いのに珍しいこともあるもんだ。ちょっと待ってろよ。リュックさん、こんにちは。って、あれ、支部長さん？もしかして酒を飲んでるんですか？私が酒を飲んでいてはおかしいか？いや、そんなことないですけど。でも、支部長さんがお酒を飲んでるのって初めて見たから、ちょっと意外です。そうか。まあ、今はあまり飲まなくなったからな。そう見えるのかもしれないが。若い頃はそりゃもう飲みまくって、裸で大暴れしたよな、大将。な、おい、やめろ。一体いつの話をしている？俺たちが現役バリバリの頃はよく朝まで騒いでたじゃねえか。裸で朝まで？支部長にもそんな時代があったんですね。待て、誤解だ。やりたくてやったんじゃない。あれはこいつが無理やり酒を継ぐから。それでその勢いのまま女の子連れ込んで。いい加減に黙ってもらおうか、リューク。おうおう、コルランドさんよ、現役の頃はもうちょっと筋肉あったんじゃねえの？私はまだ現役だ。さっさと現場を退いたような奴には負けん。じゃあデスクワークでしぼんだか。そんなんじゃ昔みてに抑え込めねえぜ。お前こそ膝が震えているんじゃないか。筋肉バカにも老いは平等だな。言ってくれるじゃねえか。あんたと同い年だぜ、じいさん。おい、ちょっと喧嘩はやめましょうよ。こいつが黙っていれば丸く収まるんだがな。へへ、偉くなるのも大変だね。昔の武勇伝すら自慢できねえとは。武勇伝だと？あんなの恥以外の何でもない。お前もいい加減に年相応に落ち着いたらどうだ。よく言うぜ。俺からすりゃあんたも昔と変わんねえよ。俺の女癖が悪いとか文句言いながら、奥さんがいるのにジムの女の子を口説いて。ひどいです支部長さん。あれは配属されたばかりの新人に仕事を教えていただけだろう。お前が紛らわしいことを言ったせいで、あの時も妻がどれだけ暴れたことか。あれ、そうだったっけ。歳は取りたくねえな。ほう、どうやら私を本気で怒らせたいようだな。俺が？無茶言うなよ。あんなのの間に入れるか。実はもう本気なんだろ。歳なんだからあんまり無理するなって、じいさん。お前こそ古傷が痛むなんてみっともない言い訳はしてくれるなよ。んだと？